<laughs> おもろいなと思ったのが俺のねどれどのチャンネルかは言わないけど俺の YouTube で俺の切り抜き上げてるやつの1人から連絡来て加藤さんの切り抜きで子供育ってるんでマジで許してくださいっててマジかと思って仕事してなくて今子の2人加藤さんの切り抜きで育ってるんですもうこれマジかなと思って。 本当にっつって。いかん俺で電話したら放送回で。お前マジかっつったら。いやもうマジで。仕事見、もう仕事見つけるんでそれまで堪忍してくださいって言われたから。お前じゃあ、もう絶対仕事見つけろよって。お前俺の切り抜きで、俺がいつバンされるかもわからないのに、お前なんてもっと早くバンされるぞって,って。それはちょっと環境がおもろそうだから。 俺の切り抜きで子供育てさせようと思って、一応許可出してきました。いやじゃあ、お前ほんと仕事見つけて早く、その趣味で、趣味、お小遣い稼ぎでやれ、つって。説教しておきました。いや、嘘じゃない。あの、今度、娘の誕生日、娘の写真加藤さんに送ってもいいでしょうかつって。涙声で言ってたぞ、俺に。お前送ってくんじゃねえって。俺、なんかお、お、お前の子供の責任まで俺持ちたくねえ、つって。 感動ししてましたわもうその,その娘息子は俺に逆らえねえだろう俺の子供みてえなもんだからな俺の子供みてえなもんだからな一人救いました <laughs> 大きくなったら加藤さんに育ってても, <laughs> もらったんだぞって言いますよ <laughs>。こういうな歌詞みてえなのは余力あるうちにいっぱいいっぱい作った方がいいんだよ。大人になったら俺言えるじゃん。お前よって。おめえ子供ん頃おめえのミルクだよ俺のよ。俺が出してやってたんだからおめえこの野郎は俺の世話しろよって。下の世話までさせるからな。 下の世話までさせるからなパパって呼べよ俺のこと <laughs> しかもそんな大金稼いでるわけじゃないよそんな大金稼いでるわけじゃないよまあでもサラリーマンからしてみたら大金なんだろうけど <laughs> まあちょっとおもろいちょっとだけおもろいなって 思いましたね。その件に関しては。もう、あーブ動画投稿やめたらしい話はもうしたよしたよ